新道寺です。葵です。新青です。よろずやです。はい、よろずやじゃないです。そして今回ですね、よろずやが来てくれてます。みなさんこんにちは、ほむらです。どうも、ゆんです。ずやるです。どうも、みんなのアイドルサンドです。葵です。新道寺です。せーの、よろずやです。音圧がすごい。深夜とよろずやコラボが嬉しいよと思った人はチャンネル登録高評価よろしく。よろしく。ということで今日は6人でマイクラジオをやっていきたいと思います。やっていきましょう。やったー。よいしょー。ルール説明。このゲームは市民陣営と人狼陣営に分かれて行うゲームだよ。市民陣営は人狼陣営を倒すこと、人狼陣営は市民陣営を倒すことが勝利条件だよ。人狼陣営は特別なスキルを使って攻撃することができるので、市民は要注意。キノコや花、鉱石を採取してエメラルドを集めよう。エメラルドを使って商人と取引することで武器や食料と交換できるので、アイテムをうまく使って戦略を立てよう。様々なクエストをクリアすることで特別な効果を手に入れることができるよ。夜の間は通話が禁止になってしまうので、昼のうちに作戦を立てておこう。それではゲームスタート。では、皆さんマイクラ人狼始めたいと思います。はい、やったー、やってこう。じゃあ準備完了。準備完了。そう、よし、行くぞ。さて、誰が人狼だ。市民がいいな。わー、もうサンド君怪しいな。ね、俺まだ何にもしてないよ。まだお前なすんなよ。なんでまだ何も分かってない。が来たーとー。なるほどね。村人、村人、村人でした。村人ね、暇ですねこれは。誰だ誰だ、やばいやばい、サンドが近くにいる。怖い怖い怖い。なんで怖がんのさ。はい、で今回ですね、人狼が2人います。皆さん2人いるんで、人狼2人気をつけてくださいね。これ、サンド君に切られたけど。中に人狼がいるのか。人狼2の占い師1の掃除屋が1人。占い師誰だろう。占い師、あ、まあでもね、初日は出なくてもね。まあ初日はね、狙われちゃうからね。ねえねえ、エメラルドちょうだい。ちょっと、なんでだよ。やだ、あげねえよ。ねえ、違う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 、なんかさ、と、違う、取っても取っても。あ、ごめんごめん、俺眠たくなってきた。おやすみ。おやすみ。よし、今回は占い師ですね。早速誰かさんを占っていきたいと思います。スイング村く占おうかな。あいつ怪しいもんな。ささっと占っちゃうか。葵ちゃん、葵ちゃん占う。あ、これどうしよっかな。掃除屋なんだよな。掃除屋はね、ワンパンで人狼を倒すことできるから結構便利なんだけど、もし人殴っちゃったら自分が死んじゃうからね、ちょっと慎重にいかないと。今回このエメラルドを集めたら食料とかと交換できるんで、食料ね、ゲットしよう。はい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 。まあ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 、村人はね、何もスキルないんで、とりあえず自分のためにエメラルドを使っていきますかね。よーし、陣営になったら武器だね。とりあえず武器をたくさん買うっていうムーブで、ちょっと強くなっとかなきゃいけないね。あいつは人狼じゃ。いやー、助けて助けて、怖い。あ、待って、これ占い師だけどさ、言わないでおこうかな。占い師って場をかき乱してやろうかな。あ、そうしようかな。これさ、誰人狼かわかんないやん。なんかここをね、押すと仲間がわかるらしいよ。でもエラー出ててわかんない。人狼あと一人誰だ。待って、人狼があと一人。え、待って、誰。え、見れない見れない見れないんだけど。待って、エラーになって誰かわかんない。本当は味方が分かるはずなんだけど、味方が分かんない。まずい。エメラルドが取れないんだけど、なんでなんだろう。そういうことまだ言ってる。分かっているんですけれども。取れない。そう、なんか取れなくておかしいなと思って、なんかずっと何もできなかった夜の間は。いや、怪しい。そうやって実は取れてるけど、でもなんかおびき寄せて、お花見つめてたよ、ずっと。あー。そうそうそう。そう、俺もね、見た。先生、それ見た。マジマジマジ。そうだ。それ見た。黄昏れてたよ。そう、ショップの前でなんか。なんで取れないんだろうって思って、ずっと立ち尽くしてた。え、すっごい見つめてて、しかもサンドが横取りしたところまで見た。クエストクエスト。あ、パンパンパン、みんなついてパン。パン、あ、作れる作れる、たくさん。いや、俺エメラルドないな。エメ
メラルドね、今13個あるから。いやちょっと待って、エメラルドないってだからあ、ゆんちゃんじゃどうしたらいいんだ、入れてこい、ゆんちゃん入れてこい、10個入れ、とりあえず、1、2、3、4、5個入れた今、5個。ナイス、残りの5個入れるね。ナイス、オッケー、ナイス、お、ナイス、ナイス、食料は無事確保された。お、クエスト達成したらこれどうなるんだ。いや、なんかさっき罰ゲームみたいな感じだったから。あー、なるほど、罰ゲームが発生しなかったっていう。なるほど、なるほど、そういうことか。じゃあ占い師は、そう、占い師、誰だ、占い師出てきてよ。誰ですか、ノット、誰、潜伏、いないんじゃない、死んだ、え、死んだ、死んだ、いや、いや、おい、ダマ、占い師ダマ、ダマなんじゃない、ダマだ、マジ、やられちゃったの。ちなみに俺は占い師ではない。私も、俺も占い師じゃない。あっちも、え、もう誰だ、さ、え、じゃあ逆に掃除屋は、掃除屋は別に出なくてもいいんじゃない。あー、危ない、まあ、ってことはでも誰も出ないってことじゃない。いや、もしかしたら占い師占ったけど人だったから一旦黙っとくみたいな可能性もあるから。あー、なるほど、ね、なんか、うるさいな、毎日バグった、バグってるやつが減る。確かにおかしいんだ、修理し、修理、サンド修理しないと。もともとバグってるから大丈夫、ダメだよ、あれ修理できない。誰がもともとバグっとるやん、てめえ、おら、え、待って、俺もさ、なんか取るのが ないんだけど、エメラルド、なんかみんな取ってるから、もうね、ないよ、取れる場所、借り尽くされてない。もうよこせよ、ないんだけど、やばい、全然ないって。待って、走れない、走れない、俺走れないんだけど、マジで。あと、パンあげる、パンあげる、どこにいる。欲しい、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 やばい、夜になっちゃう、もう夜だ、おやすみなさーい、おやすみー、おやすみー。よっしゃパン欲しい、パン欲しい、パン欲しい、パンちょうだい、パン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 。うわ、これやってますわ。え、これ、待って、しんちゃん掃除屋だったのかな。え、ちょっとしんちゃんさ、今さ、人狼だったから殺そうと思ったんだけどさ。あー、これもう完全しんちゃんバレちゃってるね、これ。どうなんだ、ゆんちゃんも目撃してるよ、これ。しんちゃんがこれ人狼だったら普通にバカだね。なんだお前、こいつ怪しくね、待って、こいつ怪しくね、ね、こいつ怪しくね、これ神道寺じゃない。あー、助けて。なんで俺のこと殴ってきたんだ。誰なんだろうな、ちょっとみんなのところ行こうかな。あ、お花ゲットしてエメラルド、夜の間にエメラルドもちゃんとね取っとかなきゃいけないよね。まあでも見つけてなかったらわざわざ出なくてもいいと思うけど、誰なんだろう。とりあえず掃除屋っていうことは隠してあるから。うわ、なんか怪しいな、怪しい、なんか怪しい、怪しいぞ。パン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 。クソ、ダメか。パンちょうだい、パンちょうだい。ありがとう、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 ありがとう。え、これさ、クールタイムがあるのか、マジか。よしよしよし。よっしゃ、ゆんちゃん、そうさ、お城なのか、え、わかんないよ。嘘でしょ、千のおじさん。うわー、今誰かいないか確認してたんだ。うわー、近くにいなきゃよかった、逃げればよかった、最悪だ。掃除屋なのかも、いや気づいてたのかも。うわー、すぐ殺せばよかったな。あ、これしんちゃん人狼だぞ、なんで青のこと殺したんだよ。いやー、マジで誰もいない、誰も何もしてない気がするけどな。あ、あ、待って、あっち側で音鳴ったな、誰だ、近いぞ近いぞ。あ、ゆんちゃん死んでる、これ神道寺さんじゃない、これもしかして。ゼアル君完全に俺のこと人狼だと思った。なんだ、誰か殺されたな、こっちで見えるからね、誰が死んだか。ね、待って、穂村君の可能性ある、葵ちゃんとゆんちゃんが死んでる、待って、でもこれ多分俺疑われてるよね。ちょっと次使用するか。なんかぴょんぴょん走ってんな。お、今落としたよな、え、え、でもサンドいたよな、え、誰かやられた。よし、ゆんちゃんのパンをこっちはゲットだ。そういうことか、クールタイムがあるからなかなか殺せないのね。え、誰ですか、誰、ね、誰、今誰やられた。え、ゆんちゃん、ゆんちゃん、ねえ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 、ゆんちゃん死んでる、ゆんちゃん死んでるって。え、どこで死んだ。
なんか、俺落としたからそっちの方行ったんだよ。そう、僕も行ったの。死んでるって言うんちゃん。本当だ。え、葵ちゃんは？葵ちゃんも死んでる。嘘でしょ？え？まずいか。ここで僕がカミングアウトします。何？新藤氏が人狼です。いや違う違う、マジ俺じゃないって。僕は占い師だ。ちょっと怪しいんだよね。僕は占い師だ。なんでなんでなんでってなんだよ。なんでね、追っかけられております。今助けてください。追っかけてないわ。え、ゼアル君は何なの？ちなみに僕趣味ねえ、1日目占った時に葵ちゃんが人狼だったのね。あ、うん、そうなんだ。で、新藤さんが今占ったら人狼って出ました。これ誰じゃ、え、じゃあなんで葵ちゃんを殺されてんの？なんで葵ちゃん殺されたの？意味わからなくない？え、ユンちゃんと相打ちになったかなんかなんじゃない？知らないけど。いや意味わからなくない。だって俺が人狼でさ。いやでも、なんで葵ちゃんが人狼なの？いや知らないよそんなの。なんで死んだかは知らないよ。だって出てるんだもんそうやって。なんかちょっと分かんないもん。でもさ、村人 CEO してなかったわけじゃん、サンドが。全然だって黙っといたんだもん。あと葵ちゃんがエメラルド取れなくてかわいそうだなと思って黙ってあげた一日。ちなみにいつ占ったの？今。いやそれな、今それな、それ今それなんで昨日じゃなかったの？いやだって昨日はだから葵ちゃん占ったんだって。いやホームやばいよ、それ危ない。ホームそれだってさ、このゲーム2日に1回だよ。だから占ったじゃん今2回目。意味わからんくない？そのスパン。だって夜占えなかったよ。今日3日目で、3日目で初日。夜占えなかった。あーもういいよ。じゃあもうお前ら殺されろ。 C じゃない。 C じゃない。お前ら殺されろ。俺何もしないからね。いや、ちなみにあいないの、この中に。あの騎士は、騎士というか、ね、掃除屋。掃除屋はユンちゃんなんじゃない？だからかなぁ。あ、そういうことか。だから2人で殺し合ったんじゃないの？待って、ね、誰かやってよ。待って、クエスト失敗したぞ、ちなみに。じゃあさ、新藤さんとサンドル戦えばいいじゃん。確かに。それで生き残った人を倒せばいいじゃん。オッケー。よし、おい、どこに嫌がる。待って、夜になる。夜は怖い。おやすみ。ねえ、なんでこいつらこんな人のこと信用しないの、バカどもが。ね、行かないで。怖い。ね、怖い。くそ、なるほど。葵ちゃんだったのか。あー、スケルトン出てきた。やばい。待ってね。デアルを。あれ？あぶねえ。やばい。くそ、やり損れた。あれ？あぶねえ。あいつ、あの人方向使ったんだけど。あぶねえ。サンドじゃない方から落とした今。ほらやり合ってんだろ、あそこやり合ってんだろ。ほら言わんこっちゃない。おい待て、おいやばい。よし、いいぞ。いや、くっそ。よし、一人。オッケー、一人。あれ、当たんね。いけ、倒せ。やったやったー。ナイスサンドー。ナイスナイス。ちょっとちょっと。いや、待って。殺した。もしかして喧嘩してる。いや、まずエメラルド取れなかったのは本当なんよ。はい、本当なんだ。取れなかったの、ね、で、あと人狼だったんですよ私。はい。で、あの本で仲間をね見ようと思ったらずっとエラーコードが出てたの。そう、俺もそうなの。エラーコードが俺も出てて、そう、仲間が分かんなかった。でとりあえずなんかしんちゃんが夜になった時に近くにいたから殺してやろうと思ったらしんちゃんに殺されるし。はいはいはい。殺してるやん。仲間にやられたんだ。最初に仲間割れしてた。ほら言っただろ。俺しかも掃除屋で殴ろうとしたけど全然殴れなかった。言うとになってる。おいバカ、謝れ。ごめん。よし、2回戦目だ。オッケー。人狼やりたいな、人狼。いや、不具合があったからね。もうちゃんとした人狼やりたい。俺占い師なのにさ、信じてもらえないんだよ。不具合があったからね。不具合なければね。ちなみに今回僕占い師です。じゃあゼアル君が人狼です。僕占い師でした。あれ
どっちかじゃあ。これホームも怪しいな。僕は人狼でした。まずちなみに言っとくと、無視された。占い師、あ、もうサンタちょっと黙って。おっと。占い師は別に初日出る必要ないから、俺は黙ろうとしたけど、ゼアル君のこの行動のせいで出させられたんですよね、まず。確かに。だってじゃあ出た理由は何？とりあえず僕守ってもらおうと思って、初日切る怖いから。いやだってさ、初日言わなかったらさ、守るもクソもないじゃん。でも占い師一人死んだらさ、まずいかなと思って、うん、あれちょっとこれ、まあ、そんなギスギスしないでさ、みんなでパン食べて仲良くなろうよ。あれなんか中和する人いる。じゃあお互いが次の日占ったらいいんじゃない？占い師って言うんだったら。そうだね。よし、じゃあおやすみなさーい。おやすみなさーい。おやすみ。いや、これね、どうしよう。もう僕が暴れ回るか。しょうがないね、これは。怪しまれるかな。怪しまれそうだけど、暴れ回るしかね、策がない。俺はゼアルを殺す。だぞ。あー、死んじゃったー。まあでもいいや、これでゼアルくんってわかるからね。いやー、これちょっとまずいな。どうしよっかな。またこれエラーコード出てるんで、そうだな、どうしよっかね。どっちなんだろう。待って、怖いな。とりあえずホームとゼアルくんのそばにはいない方がいい。透明化ポーション買っとこう。よし、オッケー。あー、マジ誰？うっそ。うわー、葵ちゃんか。さーて、お互いがお互いを占い合うのいいな。で、私が掃除屋なので、役職がそのどっちかが嘘ついてるので、そのどっちかを倒す。いや、これ逆に僕が占い師ってことにするか。村くん人狼だったからって言ってやれば多分いけるな。パッションパッション、こういうのは。あお前、待って、セイガジさん死んでる。ええ、真ん中の塔のところでアイテム買うところで死んでます。え、あ、じゃあ待って、村くんだったんだよ。何が？あの人狼が、で、あのやったの僕が。え、はいはい。だから今誰がやったの？ちょっと待って、いや、まだ怪しいぞ。そうだね、怪しい。だから今回めっちゃ早いんじゃない？だから。え、ちょっとマジでわかんねえんだけど。本当にわからない。とりあえず、ホムラ君とゼアル君、占った方がいいけど。やったの。あ、じゃあ、ホムラ君が偽物の占い師だったってこと？そう。いや、でも待って、まだ人狼二人生きてる可能性ない？ああ、確かに。そこでやり合うの、やり合うなよ。いや、待て、なんでそこでやり合うんだよ。やってきちゃったから、あの、来たから。じゃあ、殺してきたからってこと？そう、殺してきたから。はいはいはい、やり返したってこと。どうやってやり返したの？いや、普通に、あの、結構ね、エメラルド集めれてて。はいはい。え、でも攻撃モーション確かに聞こえなかったんだよな、人狼の。そう、だから、あの、明らかにこっち来てたから。え、待って、本当にわかんない。え、ちょっと怖いな。とりあえずさ、まあ、でも一番怪しいのゼアルくんだけどね、正面。一旦ゼアルくん。まあ、それはもうしょうがないよね。まあ、じゃあ俺、いや、賭けだけど、ゼアルくんと一緒にいて死ななかったら。あ、ね、いや、ありだと思う。俺白だから。そのどこいる今？洞窟。俺はお前信じるぞ。いいよ、じゃあ。あのショップ、ショップにいる、ショップ。いや、守ってて、俺村人なんだよ。オッケー、おやすみなさーい。おやすみなさい。オッケー、勝ちだ、これは。勝った。ごめん、勝ったわ、これは。いや、ちょっと待って、これ、だいぶ賭けだけど、いけるか？いや、でもなんかちょっと怪しくもないんだよな、別に。特殊アイテム取って。いや、これで人狼だったらちょっと緊張する。ホムラくんの、オッケー。よしめっちゃホムラのうんち。残り4人だからね、ちゃんとみんなの動向確認しとこう。え、見てなかった？え、透明化で隠れた。はい。ということは、ゼアルくん、君かで、オッケー、ナイス、体発光で、視界奪って、やー、ゼアルくん倒した。そういうことか。人狼が踊った。マジか。ってことは、葵ちゃん、残りは。みんな寂しいよ。みんなどこにいるの？ということだよね。葵ちゃんってことだよね。やばい、逃げろ。やばい。あ、そこ。ナイス！掃除屋だったからよかった。掃除屋だったのか。そ
そうそう、ゆんちゃん掃除屋だったのか。え、言ってよ掃除屋なら。もう一回やりたい、もう一回やりたい。ラストもう一回したいな。ラストもう一回やろう。まだ行こう、まだ行こう。行こう。うわー、人狼なりたくないな。じゃあなんだ、人狼やだ、人狼やだ、やだ、人狼がいい、掃除屋やるってことない。ドキドキしてるから人狼がやだ。オッケー、オッケー、よかった、しみしみ。オッケーです。怖いんだよな。いやさっきから全然エメラルド回収できないんだよな。いやでも占い師なったことないから、占い師なってみたかったな。今回も占い師じゃないの？もう占い師じゃない、占い師になったかった。テンション下がり方すごい。すごいな。いやわかんない、もう始まってるかもよ。あーなるほどね。もう役に入ってる。全然なんでもない。怖いな。一番つまんない役職だと思ってるから今。ゆんさんください。あーゆんちゃんやめて、怪しいよ。ゆんちゃんそうやって積極的に取るの。いや全部全部あげない、全部あげない。おい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 、どうなって。うるせえうるせえ、俺んだ俺んだ俺んだ。なんでお前食うんだよ。お前参戦すんなよ。俺んだ俺んだ。あ、おやすみなさい。おやすみなさい。わあ、これ誰が人狼かわかんないもんな。まずいな、こう味方同士で殺し合うのは一番良くないからね。で一旦見るか。見れない。うわ、見れないわ。マジ？さて、今回も人狼になっちゃったわけなんですけども、とりあえず新藤寺さんが相方なんで、いやー、ゆん、誰か見てるか？あ、見てないな、多分これ今。あ、ぶねー。ティアール君が近くにいるの怖いな。怖いな、とっても怖いな。よし、今回はね、村人なので、ゆっくり生活していきましょうね。あー、これどうしよっかな。一旦飯買うか。初日は別にね、怪しいもクソもないんだよな。これ見方がわかんねえもんな。容姿が変化する。何これ、どういうこと、どういうこと。行くぞ。あ、やばい、無理だ無理だ無理だ、やめとこやめとこ。ほいやさ、なんだ、やばい、容姿が変化した。これ誰が誰かわかんねえぞ。ん、うわ、誰だかわからんやつ来た。誰だ、サンドか、おユンちゃん、ゼアル君。え、新堂さんだけ見つけてないな。容姿が変化する、やばい、来てます来てます。あれが誰なのか追跡する必要があるな。誰だ、ハツニさん、誰だ。ホムラくんか、サンドさん。はいはいはい、よし、あ、これか、ここ怖いよ。おはようございます。おはよう。なんかすごい黒くなってたよ。ちょっと聞いてほしい、聞いてほしい。容姿が変わった。そう、容姿を変更するっていうのも夜の間にあったじゃないですか。うん、その時にめちゃくちゃ追われてたんですよ。誰に追われてたの？誰に全員黒いからな。そう、様子見に行って追いかけてたら、奥にいたのがサンドさんと村くんだったんですよ。うわ、サンドどこ？なるほど、どっちかじゃない。で、ちなみに俺はちょうど様子あったのはユンちゃんが溶ける時だったから、ユンちゃん見た。ちなみに誰を追ってたかとか俺全く分かんないよ。いや、じゃあいいよ、俺さ、俺占い師だからちょっとサンド占うよ。あー、お願いお願い。いいよサンド、じゃあ上来て。上来たよ。はい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 、誰だ。あー、人狼じゃねえわ。ほらね、ほらね。待って、ユンちゃん怪しいな。ユンちゃんちょっと怪しくね。じゃあ、じゃあもう次の夜ちょっと占ってくださいよ。次の夜じゃない、朝かな。いいんじゃない。まあ一旦ユンちゃん保留でもいいけどな。俺ゼアル君にさ、最初占おうかなと思ったんだけど、でも逃げてったから。いやでも怖かったんだよ。だから人狼じゃないなって思って、もう占わなくてもいいやと思っちゃってんだけど。俺目線ユンちゃん危ねえけどな、怖いな。そう、まあユンちゃん今人狼だったら頑張ってるね。お前これじゃない。そうだね、人狼であるからね。やった、エメラルド12個ゲットした。ほー、すげー、ちょうだい。めっちゃいい。あ、ここにあるのか。俺もちょうど、俺もちょうだい。それはくれよくれよくれよ。おいしい。あ、じゃあこれあげる。おいしいよね。これ何それ、何それ。鈍感のスプラッシュポーションあげるじゃん。あ、オッケー、ありがとうありがとう。あ、いいな。よしよしよし、やばいやばい、おやすみ。夜来ますよ、おやすみなさい。グッナイ。で、これ誰か行きたいな。もう一人殺したいな。今のでわかった。じゃあとりあえず容姿を変化させて、でその後にまず一人やる。そしたらワープに行って姿をくらます。そうすれば誰もわからない。いやちょっと遠いか、距離が。いけるかこれ、いけるか。ナイス。誰だこれ、新藤さんかな。あ、待って、でも誰かわかんないこれ。でも多分追ってるってことでしょ。誰だ。オッケー。待って、違うよ、僕だよ。危ない危ない危ない、見られてない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 。
え、待って、あのね、ユンちゃん、個人的にめちゃくちゃ怪しいと思ってて。でね、ユンちゃん、鉱石取んの早すぎるんよね。だからね、でも村人もね、妨害してると見たんすよ。あうわ。うわ、いっぱいいるぞ、いっぱいいるぞ。この人、絶対怪しい。あ、撃ってきた、撃ってきた。誰、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 この人誰、この人誰、この人誰、誰、この人だ。しんちゃんだ、しんちゃん。しんちゃん、しんちゃん、しんちゃん、しんちゃん。これか、完全しんちゃんや。やばい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 。うわ、怖いぞ。容姿が変化する、使う。しんどおじさんが誰かを追っている。しんどおじさんがゼアルクを追ってるのかな。はいはい、見てますよ、見てますよ。誰ですか。ずっと見てるからね。見てるよ。誰なんだ、君は誰なんだ。しんどおじさんなんじゃないか。はい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 、はい、しんどおじさん、バレちゃいましたよ、今ので。やばい、見られた。まずいまずいまずい、クソ見られたな。やばい、これはちょっとまずいね。見られましたね、これは。いた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 、ゆんちゃんいた。当たらんか。おはようございます、しんどおじさんです。ジャラ君を殺してたのを見ました。葵ちゃんを追ってました。おはよう。なに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 、ジャラ君を殺してて葵ちゃんを襲ってました。え、でも待って、もう一人、もう一人いるでしょ。もう一人が、だからもう一人がユンちゃんか、アオイちゃんかな。え、ゼアル君じゃなかったら。いや、今占えない。アオ、アオ、しんちゃんにね、狙われてた、攻撃されてた。まあ、一旦あの詐欺、まあ、一旦あの詐欺師に殺すか。そう、一旦ね、しんどおじさんは確実だから。いや、でもさ、出てこないよ、多分、なかなか。じゃあ、発光使うよ、今。あ、いいよ。本当に、ナイス。いくよ、ユンちゃんどこにいる。はい、いくよ、せーの。いいよ。あ、いた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 。あれあれあれ、尊重ゾーンですね。行くぞ、おじさん。おめえがそこに隠れてんの分かってんだよ。はぁ、どこよ、来るならかかってこいよ。武器持ってないんだよ。さあ、どこだ。いいぞ、狩り討ちにしてやるぜ。いたよ、上にいる、上にいる。やばいやばいやばい。あれ、やっぱしょうもなかった。やっぱしょうもなかった。やったー。しかもゼアルカーはい、ゼアルカーだよ。あの、やられたね。ゼアルカー。え、何やるの。しんちゃん、さっきからさ、ミスりすぎだって。え、味方に殺されたってこと。そう、様子が分かんないじゃん。そうだね。誰か分かんない。そういうこと。そう、いや、もう様子が分かんなかったし、人狼が誰かも分かんないから、もうランダムだよね。もうランダム。なんだそれ。そしたら5分の1引いちゃった。そう、そういうこと。びっくりしたもん。うん、いいね。やっちゃったんだ。うん、いいね。最悪だ。もうマジやられたわ。やったー。